はい、クローズバーへようこそということで、今回も上海バスケエスケピー活動を始めていきたいと思います。4月4日でございます。パイセンがね、日本に帰ってしまった日なんでね、パイセンに教わったことを試そうと思ってましたけども、プレー始まったらすっかり忘れてしまって、おっと、そうちゃん決める。未経験者チーム先制点ということで、今日は白ワインを飲みながら、優雅に、お届けしたいと思います。今日の MC もゴロとモカちゃんでお届け。おっと、おっさん1対1ということでね、未経験者チームゴロをかけさん、そうちゃん、経験者チーム吉崎さん、一平ちゃん、王さんということでね、うまいしリバウンド強いみたいなね、シューターいるわ、下も強いわっていう感じで、なかなかというか強敵でございます。おっと、今吉崎さんね、なんか僕とマッチアップしてるのもあれ、恐縮なんですけども、吉崎さんだったんで、ミートしてから早めに、そんなことをね、書き消すかのごとく、邪剣吉崎ということでね、1対2逆転されてしまいました。あっさり逆転されてしまいました、経験者チーム。やっぱね、邪剣吉崎さんは最初これ7点マッチでやってるんですけども、5点ぐらいまで遊んでくれるんですけど、最終勝つか負けるかみたいな時にね、もう必ず決められる。おっと、王さん、テクニシャン王さんね、めっちゃうまいのに、部活とかは別にやってなくて、空いてる休み時間とかで練習してて、これだけ高いシュート率をね保ってるっていうね、どんなに休み時間あったんだっていう。まあそんな感じでね、1対3ということで経験者2点リード。実は僕先週ナイキのバッシュを初めて買ったんですけども、実は邪剣吉崎さんに勧められたやつを買ってですね、実は色違いで同じバッシュを履いてるっていうことでね、なんですけどもシュッとは入りませんでした。まあでもね、いいバッシュはやっぱいいですね。なんかナイキのバッシュ個人的にはあんま好きじゃなかったんですけど、なんか履いてみたらなんか走りやすいし、なんかやっぱ飛びやす、まああんま飛んでないんですけど。おっと、おかげさん決めるレイアップ。さあ、まだ長島のウイニングランが出てませんけども、さあどうする長島。実はこれ後ろから撮ってるんでね、長島のユニフォームが分かんないですけど、これチャイナって書いてあるんですけど、隣のコートでほぼ同じやつを着てる中国人がいて、実は個人的にめっちゃウケたっていうね。おっと、そうちゃん決める。そうちゃん決めて3対3ということで追いつきました、未経験者チーム。実はそうちゃんね、こうやってね動画で見ると、短いスパッツみたいなやつを履いてるのかなと思ったら、両膝サポーターだったっていうことがこの日判明しました。つうかね、もう暑くなってきて、長いスパッツみたいなやつ僕も履いてるんですけど、ちょっとねなんか暑苦しい感じがしてきて、ちょっともう短めのやつ探してるんですけどね、なんかいまいちちょっと見つからずな感じで、そうちゃんに聞いたということなんですけども、はい。さあ、ゴール下はね、かけさんと一平ちゃんのね戦いが見もの。ああ、トラベリング、最近トラベリング厳しくなってきまして、うちらのチームもパイセンが帰っちゃったんでね、
佐藤キャップが空いてる時は佐藤キャップ、吉崎さんが空いてる時は吉崎さんがね、主審を務めていただいてますけども、おっと、じゃあ県吉崎3対3、まだ膠着状態が続く。なんかね、最近ね、もうバテちゃってちょっと足がね動かなくなっちゃうんですよね、一試合やると。あ、でもね、毎日スクワット100回朝やってるんで、意外とね筋肉がちょっとついてきたか。あっと、じゃあ県吉崎さん、吉崎さんね、左からの、左の時のドライブしてからのレイアップが多い。おっと、ゴロを外す。今の結構感触良かったんですけどね、フィーリング良かったんですけどね。あと長島になんと止められた、佐賀さんばりに止められた。3対4、あー危ない。3対4、経験者1点リード。お、いやー、長島に切り込まれてレイアップ決められる。これは完全僕のせいですね、申し訳ございません。あ、ね、そうですね、ディフェンスの心得みたいなものを邪剣吉崎さんに聞いたんですけどね、それが全く生かされてなかった。へそをね、へそで捉える、へそで相手を捉える、ようわからんと思いますけども、へそでね捉えてる時は確かにね止められるんですよね。おっと、3対5、2点リードされております。未経験者チーム、今日はね、あ、今日はっていうか今回個人的にはトモヤンの高校時代のインカレのやつを見て、トモヤンのパスのうまさにちょっと感銘を受けまして、結構パスをね意識してはいたんですけど、あー、なかなかうまくいかんですね。はい、モカちゃんが暴れて、あー、これもね感触良かったんだよな、入るかと思ったんですけどね、ありませんでした。3対5、1点リードされております。未経験者チーム、ここは1本決めときたい、ここは1本決めときたい。掛け算どうする、掛け算どうする、掛け算どうする。おっと、そうちゃん、あ、惜しい、リングに切られた。あー、ちょっとモカちゃんが、モカちゃんが今パソコンに乗ってです、乗ってしまって、音声がね入ってしまいました、申し訳ございません。今日もかちゃんなんか元気ですね、昼間寝てたんでしょうねきっとね。3対5、おっと、ゴール下のマジュチュシっていう、マジュチュシって言ってたんですけど、一平ちゃん、これゴール下の貴公子と呼ぼうと思います。ということで一平ちゃんに決められてしまい3対6。実はこの日ね、バスケ終わった後、マイクの紹介の、レストランというかカフェに行ったんですけども、一平ちゃん鼻高いんだね結構。でその時に一平ちゃんの鼻を見て、ちょっとネーミングを思いつきました。なので一平ちゃんこれからゴール下の貴公子と呼ぼうかなと思います。もしくはゴール下の馬剣士ということでね、3対6、笑っていられません。あと1点で負けてしまいます。ミッキー選手なかなか追加点取れない、先制点いったのにね、なかなか、まあ、僕が全然入ってないっていうのがね、まあ、原因なんですけど、残念ながら3対6、まだ分かりません、まだ諦めちゃいかん。おっと、モカちゃんも応援してくれているようでございます。モカちゃんも応援してくれているようでございます。イケキタチーム、さあどうなる。
おっと来た、そうちゃん。ああ惜しい。まずいよ、ここ止めないとまずい。おっと危ない。王さんね、切り込んでは来るは遠くから打つなんでね、ちょっとあんまり持たせたくないですけども、ゴール下はね、あのゴール下の貴公子がいるんでね、ジャッケン吉崎さんもね、もうシューターなんで、もう全員危ない。あぶねえ、あーもう一本危ない、危ないよ本当ね。いつ決められてもおかしくない未経験者チーム。さあどうする、ガキさん止めて、危ない危ない。なんとかつながっております未経験者チーム。あゴール下の貴公子一平ちゃん入れられたかと思ったけども危なかったです。あナイスパス通されて未経験者チーム敗北ということで、今後も応援よろしくお願いいたします。